悲報、中日消滅。中日自力優勝の可能性消滅。昨年に続き6月に連敗は15度目で球団ワーストペース。中日が阪神に敗れ自力優勝の可能性が消滅した。球団史上最速だった昨季の6月23日よりは遅いが、2年連続で6月の自力 V 消滅となった。初回に守備が乱れた。先発左腕の松葉が連打でピンチを招き、西に三塁で遊撃手龍空の失策で先制点を献上した。さらに前川に中前的自打を許して2点目を奪われた。3回にも無視1、三塁で併殺の間に失点。5回には渡辺亮にツーランを浴びた。中日は今季15度目の0敗、シーズン0敗、球団ワースト記録は昨季の26度。現在チームは70試合を消化し73試合を残している。むしろ間だったのか。意外と遅かったな。まあ阪神が6月負けまくってたからなんだろうけど、5月に消えると勝手話だったのによう耐えてたやん。さすがに宇佐美は早いやろ。まだあったんか W。 まだ自力で優勝できたのか。まあ首位とのゲーム差、試合数ならそうなるので。弱い弱い、立浪は弱い弱い。立浪も消滅するらしい。最初からないからセーフ。他力でなんとかしろ。よそが援助しても中日が自力で負けるぞ。